成功伝導の模式図。ある系に電子欠損が存在するとき、その欠損に向かって隣の電子が次々と移動していく。この電子欠損の場所のみに注目すると相対的に正の電荷を持った成功が移動しているように見える。この成功をキャリアとして捉えた場合、成功の流れる方向は電流と同じになる。成功は別名をホールともいい、半導体において、 新生半導体であれば、電子で満たされているべき値電子体の電子が不足した状態を表す。この電子の不足の状態を存在する、はずの電子が存在しないという意味で穴と言い,い、周辺の電荷分布から相対的に正の電荷を持っているように見えるため成功という。成功が生成する原因は、光や熱などで値電子が電動体側に遷移することである。 半導体以外に絶縁体でも生成確率は小さいながら成功は存在する。半導体結晶中においては周囲の値電子が次々と成功に落ち込み別の場所に新たな成功が生じるという過程を順次繰り返すことで結晶内を動き回ることができ、あたかも正の電荷を持った電子のように振る舞うとともに電気伝導性に寄与する。 なお、周囲の値電子ではなく、電動電子が成功に落ち込む場合には、電動電子と値電子の間のエネルギー順位の差に相当するエネルギーを熱や光として放出し、電流の単体としての存在は消滅する。このことをキャリアの再結合と呼ぶ。成功は電動電子と同様に電化単体として振る舞うことができる。成功による電気伝導性を p 型という。半導体にアクセプターをドーピングすると、値電子が熱エネルギーによって、アクセプター順位に遷移し、成功の濃度が大きくなる。また、電動電子の濃度に対して、成功の濃度が優越する半導体を p 型半導体と呼ぶ。一般に、成功のドリフト移動度は自由電子のそれより小さく、シリコン結晶中では、電子のおよそ1、3になる。 なお、これによって決まるドリフト速度は個々の電子や成功の持つ速度ではなく平均の速度であることに注意が必要である。値電子体の頂上では EK 空間上で形状の異なる複数のバンドが縮対しており、それに対応して成功のバンドも有効質量の異なる重い成功と軽い成功のバンドに分かれる。 またシリコンなど、スピン軌道相互作用が小さい元素においては、スピン軌道スプリットオフバンドもエネルギー的に近く、独立に、議論するのが、その分難しくなる。移動度を特に重視する用途の半導体素子においては、結晶に歪みを導入することで、値電子体頂上の縮体を解くとともに、量子順位を入れ替えて軽い成功を主に用い、ン産卵やキャリアの実行有効質量の削減を、 測ることがある。なお、成功の意味で言う、ホールとは穴の意味であり、ホール効果のホールとは異なる。ありがとうございます。